モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そしてこのモーニングジャムは毎年毎年初夏のうどん祭りっていうのをウエストでやっておりましたけれども、ちょっと時期はずれますが夏のうどん祭りということで、はい、やる方向で今話が進んでおります、はい。まあ、やるということはね、もうほぼほぼ決定でいいんじゃないかなみたいなこれだけ言っといて、もう本当ここで、ね、決定でお願いします。最後の最後の 1% で、うん、そうでなかったっていうことになったら大変ですけれどもね。いやいやいや、まあまあまあほぼほぼ決定じゃないかなというまあとにかくね、今回、まあ、私が考えたメニューに加えて、うん、そしてあのリスナーの方のメニューもねきちんと商品化して、はい、それでね、あのやっぱり楽しみたいじゃない。そうですね、こんだけやっぱね、外食せずに我慢したんだからさ、でお店側もちゃんと対策を取って、で行く我々も対策を取って、はい、で、やっぱね、あの感染拡大しないようにっていうことをきちんと気をつけながら、うどん祭りも、うん、楽しみましょう。はい、さあそれではね、行きますよ。すごいの来ました。やっぱすごいのにすごいのがこうするんですね。女性の方、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。この前大腸検査で違うところに機械入れられてしまったっていうメッセージが来てました。いや、あれは強烈でした。あ、そんなことがあるんだと私も同じような経験がと言っても私の場合反対のパターン。いや、パティーン言い直さなくていいですよパターンって書いてあるんでしょ、だってそうです付け加えますトッピングみたいなもんですよそれはちょっと婦人科系の調子が悪くって、うん、いつもお世話になってるクリニックに行った時のこと。症状なんかを先生に話して最近ウイルス検査をしようっていうことになって、数日後に検査の結果聞きに行ったら先生から菌が検出されたんで薬で菌を殺していきましょう、7回薬を投与したら大丈夫です、入れ方なんかは看護師が説明しますからっていうふうに言ってくれて、入れ方飲み薬じゃないのと思って先生に飲み薬ではないんですかと聞いたら、座薬みたいなの入れたことない、そういうお薬ですよと、以前に治療でその類の薬を使ったことがあったので大丈夫だろうと思ってました。で看護師さんからの説明、このお薬こういう類のお薬みたいに 先が尖ってなくって体温でも溶けないタイプです。まあだからすぐに溶けちゃったらダメだとか、なんかそんなのがあるのかもしれないね。見てみると1円玉ぐらいの大きさ、トローチみたいに平べったい。私これ本当に入っていくんですかって聞いたら、入れ方にコツがあるんですけど、濡れた手で触るとラムネみたいにシュワシュワシュワっと溶けていくから手早くお風呂上がりに入れてくださいね、わからないことがあったらいつでも電話かけてください。でその日の夜お風呂上がりにチャレンジ、でもどうやって見てもなかなか難しい。旦那から明日電話してみたらと言われて、翌日電話、看護師さんから今から来られますか、入れてあげますよとすぐクリニックに行きました。ベッドに寝て膝を曲げて、看護師さんからはい入れますよ、あっという間に終わって、来れるんだったら入れてあげますよとありがたい言葉いただいて甘えることに。そしてあと残り2回となった日、悲劇が訪れたんです看護師さんというのは日替わりで、その日は初めての人、いつものようにベッドに寝て入れますね
って言われてグッとやられた瞬間、ん違う看護師さんにいつもと違うようなと伝えると、えいや間違ってないと、いやなんか違いますよ、ちょっとお待ちくださいねと慌てて先輩看護師さんのところにカーテンの向こう側から違うって言われて、先輩看護師さんが血相変えて飛んできて、すみません確認しますと言われて手袋したもので、もうちょっと、もうありました、無事取れました、確認のため見ますか、いや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 大丈夫です、見なくていいです。その後そのベテラン看護師さんに無事お薬入れてもらいました。間違って入れた新人の看護師さんは平謝り、ベテラン看護師さんからもちゃんと指導いたします、その後症状も収まりましたが、本当にシュワシュワっとラムネが弾ける感じまあね、すごいね、なんかそんなことがあるんだな、まあよくわかりませんもうこれを読めっていう風にディレクターがセレクトしてたんで、私も読んだだけですチョイスしましたよね私ももう本当操り人形みたいなもんですからもう操り人形っていう言い方しないよね、操り人形自体がないから遠隔操作のロボットみたいなもんですさあそれからね、これも行きましょうか、もう一つぐらい言っていいですかね、女性の方からいただきました、直子さんですね、中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。私が30代前半の頃、3歳の姪っ子とのエピソード、妹の娘3歳の姪っ子が夏に帰ってきて遊びに来ていたんです。暑い夏の盛り、おばである私は近くの市民プールの野外プールで遊ばせてあげたら喜ぶだろうなと思って姪っ子を連れて市民プールに行きました。あんまり何も考えずに水着を持って市民プールに行ったんです。入場の際に受付の人におむつは外れてますかと言われて、3歳日中のおむつは外れていたんですが夜はつけていることも、でもここで正直に言って入場断られたら姪っ子が悲しむ、日中は大丈夫だろうと、はい大丈夫ですと。いやもうあのねそこのところはね正直にきちんと言っとかないとねよしじゃあ入れると思いきや、プールに入る注意事項のところで水泳帽は必ず着用という文面が、室内プールは帽子着用のイメージはあったんだけど、野外プール屋外プールもいるんだっけ、念のため受付の人に、あの屋外プールも水泳帽は必要ですか、はい水に入るところは全て水泳帽着用となっています、そうですか、じゃあ子供用一つお願いしますと購入、私は持参していなかったのでどうしようかと迷ったんですけれども、やっぱり水泳帽はかぶりたくない、まあそういうのはあるでしょうね、はい、めいっ子初めてのプール体験でワクワクしながら楽しみだねと二人で更衣室へ、お着替え済ませて浮き輪を持って屋外プール、太陽さんさん、プールには滑り台に白いパラソル、わーっと歓喜の声を上げてめいっ子と一緒に一番浅い足首ぐらいの深さのプールに、屋外プールにいる人たちに違和感、お母さん方の姿が見当たらない、周りを見渡すと紺の水着姿のお父さんたちばっかり、皆さん水泳帽をちゃんとかぶってる、ふと私を見てみるとマリンスポーツをしていた私のいでたちはサーフパンツにビキニにラッシュガード屋外プールイコールサンシャインプールのようなイメージでやっていったから、なんとも場違いな格好視線を感じる、まあ仕方ない今更だしね楽しもう、そしてめいっ子が浅いプールでキャッキャッキャッキャ言って遊んでいるのをプールのそばで見ていたんです。そしたらだんだん深いプールに行きたがって、ねえねえはこの水際のところにいるからあんまり離れないでねって言ったら、いや一緒に入る、お子さんがまだ小さいので一緒にプールの中まで付き添ってもらえますか、そうですよねまだ小さいから危険ですよね、でも水泳帽持ってないんですって言ったら、あ、わかりましたじゃあ貸しますねって持ってきてくれたのが、市民プールとデカデカ書かれた紺色の水泳帽
ビキニにサーフパンツ姿に白いマジックで市民プールもうとっても変な格好で泳いだ私でした。